エリサです。今回はサンキューマートで購入したものを紹介していきたいと思います。イエーイ。ティアラチャンネル。じゃあたくさんあるんですけど、一つずつ紹介していきます。どうしよう、どれにするかな。いつもね、寂しいのね。今日はこの子があるけど、寂しいので寂しくないように、はい、これを買いました。せーの、じゃじゃーん。ユニコーンの照明とソフトクリームの照明です。これ開けるね。かわいくない？かわいでしょー。これね、青色もあった。抜いて、じゃあ3、2、1。くそー、わー、きれい。飾っとこう、かわいい。じゃあこっちもソフトクリーム、じゃあ開けます。せーの、ペロ。じゃあここに飾っとくね。今日はパーティーナイト。じゃあ次開けます。次はじゃあこれ行こう。せーの、じゃん。これはハートのバッグです。これはね、かわいいって思って一目惚れしたので買いましたよ。結構入る。で、中が黒色でかっこいい。こんな感じ、モフモフでヒューにいいね、最適。これが300円、安くない？390円安くないですか？じゃん。じゃあこの子も置いとくね、かわいく。今日はかわいくしよう。じゃあ次、次はね、じゃあこの子これいくね。ピンクでかわいい。じゃじゃん、筆箱です。これは筆箱をデコる時に使います。なので詳しくはね、お楽しみに。で、次がこれに関係するもので、よりどりで3個で390円のじゃじゃん、シール。ハートのキラキラのシールと、ユニコーンのキラキラのシールと、あと虹のキラキラのシールで、この筆箱を飾る動画を出します。はい、だからみんなも見てね。次がこちら。こちらはネイルパーツです。ネイルを飾るデコレーションのね。でもこの筆箱につけても可愛いかも、ここにね。これも動画でお楽しみに。じゃあ次、こちら、じゃん。こちらはですね、光の照明です。目の中に輪っかができるライトです。これは TikTok 用で買いました。でね、これ1個買ってなくして、また1個買ったら車の下にあったという大事件。まあいいでしょう。最後、この子、大物。じゃあこれがね、一番はぁーって思ったものです。わかるかな。じゃあいくよ、3、2、1。ドドーン。こちらはくまちゃんの収納ケースかな。で、これでね、楽しみな動画を作りたいと思います。楽しみな動画、結構大きいよ。お人形さんくらいのサイズで、薄さはこれくらい、5センチ、7センチくらいかな。で、持ち手もあって便利だからね、これを買いました。はい、ということで今回はサンキューマートで購入したものを紹介しました。ぜひよかったらみんなもチェックしてみてね。バイバーイ。